put those back, back. Put my hat. All right. See ya. ミューカさん、モデルをおだてて話しながら撮るのだ、タケパンって。いい笑顔っすねーとか言って。いや、もうちょっとこっちに入るともっとグッドですよとか言って。やりながらね、あの小学校の時の写真撮影とか思い出しますよね。ああスクリューで子供さんたちが遊んでらっしゃいます。雨さあ、ワンパン公開、あの明日ひょっとして夜もまたやるかもしれないですが、というあたりですいませんでした。あ、ミムカさん本当にありがとうございますね、本当にね。チロさん、チロさん明日いかがです？ヒデさんとかも、タケポンさん明日来ます？時間が分かんないです。はい、了解です。乗るチャンスがないから、あの甲板のマストには上がれませんよ当然。一回ね、僕ねマストに上がりかけようとして思いっきり注意されたことが。一回目に乗った時にね、僕ねマストにこうやって冗談っぽくこう足をかけてみたら、いややめてくださいって言って、それダメですって言って言われたことがあるんで。どんなもの硬さなんだろうなと思って、こうやってにょんにょんにょんってやってみようかなと思っただけなんですけど。ね。というわけですみません。この辺りで。あとね、これから40分になってから、14時40分からこの穂が畳まれる訓練があるんですけども、それはもうあっという間にポンポンポンと、さっきの逆光、巻き戻しを見てるような感じですので、一旦これでね、終わらさせていただければと思います。ミムカさんありがとうございました。デチルさんもありがとうございます。ヒデさんもありがとうございます。チロさん、ヒデさん、明日タイミングよかったらいかがですか？関西。あ、そうなんですか？あ、なるほど。すいません。存じ上げてなかったです。はい。で、オサリーもありがとうございます。オサリーありがとうございます。トシさんありがとうございました。姫もありがとうございます。というあたりで後悔だ。みゆかさん後悔だって言ってますね。日本丸海洋丸は瀬戸内海を後悔できません。最大42ノットの波があり信号機があるのです。逆流でも進めない。あ、内海はだからダメなんですね。だから洋上にぐるーっと大回りして回ってくるんですね。いつもなんか来るときに、あのこう行ってこう行ってなんか大回りしてくるんですよ、なんでかなと思ってて。理由があるんですね。理由があるんですね。なるほど。明日来るといろいろ質問できますよ。僕去年来た時に一般公開の時にエンジン積んでますかって言って何ノットぐらい出るんですかとかいろいろ質問してたら、あの訓練生じゃないですか、まだよく分かってなくって。あのそう、訓練をしてる人に、訓練生じゃない、訓練をしてる人に紹介されて聞いたんですけども完璧忘れました。
ね。ということで、すいません、すいません、ご挨拶だけでつないで、なんかダラダラと話しちゃいましたけども、もう今日はこの辺りで終わらさせていただければと思います。またまた皆さん、明日も時間があればよろしくお願いします。明日本当晴れるといいですね。明日晴れることをちょっと願って。今日はもうこの後ちょっと写真を撮ってって、しばらくしたら戻ろうかなと思ってますんで、またまた明日よろしくお願いいたします。ではでは。